こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、質問がありまして、ドラムのミディアムテンポのソロ、まあテンポ100とかこれぐらいのテンポの時で意外と何をやっていいか分かりませんっていう話がよく聞きます。実際僕もそうでした。3連だとさ、ワン、ツー、スリー、意外と単調になっちゃうんですね。3連を埋めるとある程度早いと、まあかなりいい感じになるんですけど、スピード感がやっぱり感じない、こうなんかこうなんか間が持たないというかね、そんな感じに、なりがちです。どういう風にするかというと、フィリーなんかはもうとにかく倍点フィールを使うということですね。ゆったり歌って ギアアップギアダウンを行うということです。ワン、ツー、スリー、こういう風に倍点に行く。倍点に行けばみたいな3ストローク使うと倍のフィールの3連なんかも自由に使えるので、そうするとやると意外とドラムソロが急にクッてシフトが上がったり急にダウンしたりする感じ、これフィリーはよく使えますし、まあ多くのドラマーがこういう風にシフトチェンジをして展開していくっていう感じね。ギアチェンジができるか、だからミディアムテンポだとこれだけだと遅いから1段倍点上、1段上にはシフトアップして演奏するって感じですね。それと同じ3連のフィールなんだけど、ここに書きました、これは僕の多分基礎練習の方で使ってるんですけど、これつくたつくたたんたつくたっていうのはこういう一つの、まあ、アクセントのモチーフがあったら、この合間のアクセント以外の部分をダブルにしてみるってやつね。これね、これはまあ同じでしょ。だからこれはスピードがグッと上がった感じ、要は倍のフィールに変わる。でも大きな大きなタンタンタタンタンは変わらずに、間が急に加速するわけで、倍に加速するわけだから、これはこれですごい、このハーフのフィールを保ったまま倍に行く感じで、16音符、この3連のここ2つをダブルにして16分音符に、まあ、クオンタイズするというか、こう平らにこうね、こうギュッと押していくと、要はっていうと16ってことは倍のフィールに聞こえるわけでしょ。っていうようなフィールインを、こうやってやると急にこう加速してたとこから半分に行ったとこも気持ちいいし、逆に加速するとこも気持ちいいので、やっぱり倍点を行ったり来たりできるようにしておくっていうのがすごい大事です。で、倍点はそのまま倍点にしても、こっちみたいに倍点にしても構わないし、倍点にするのは要は16のフィールをこう、まあ、インワードを使うと、インワードのいいとこはですね、つくたつくたたんたつくたつくたつくたたん、これも大きなフィールは何も変わってない、同じモチーフを10倍点にした、っていう風にすると6連に切り替えたり倍点に切り替えたりっていう、同じフィールのモチーフをパッパッパッとこのチェンジアップできるわけですよ。
そうするとキュッて加速したりスッて減速したりする感じが面白いという感じかな。こういうのをうまく使うとミディアムテンポのドラムソロってものすごくいろんな絵が描けるので、なんかずっと同じリズムにすると3連にするとすごく遅い感じがするし、でも4バースぐらいだったら1個目はそれで2個目は結構シフトチェンジするとかっていう風に展開していくといくらでも、まあそういうこう一つしかね札がないとやっぱ辛いから、いくつか札がある中でここは一つしか出さないとか、ここは二つ混ぜて出すとか、ここはこういう風にして出すみたいなのができると、カードを三つも四つも持ってるといろんな組み合わせができるのね。で、多分こう質問してくれた人とか僕もやっぱ悩んでた頃っていうのは一つのレイヤーしかない、層しかないよね、リズムの層がじゃなくて、層っていうのは同時に売店もあるし、例えば203年の層とか、要はまあいわゆる現代のアリホーニヒとかそういった人がやってるのは203年とか205年とかの層でいきなり急にシフトアップしたりシフトダウンしたりするみたいな、これがもう今の現代系のやり方ですが、そこまではちょっといかないにしても3連と6連と売店のフィールっていうのが行ったり来たりできるようにするだけで、これだけでもものすごいこう幅が広がるので、随分その悩みは解消されるんじゃないかなと思います。というわけで本日は以上になります。まめちゃんも売店やってみるか、売店なやってみよう。はい、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい。